わっさっ、いや、決まりです。はい、ということで今日はですね、棒がめちゃくちゃ強くなりました。はい。まあ、特にバランス調整とかじゃないんですけど、こちらの新しいギア、スピードリロード。このハイパーレアのギアがね、めちゃくちゃ棒と相性いいです。棒って何が強いかって言いますと、まず火力がめちゃくちゃ高いじゃないですか。それを補ってるというか、そのさらに強くした感じ、イメージね。それ、これほんと強いから。皆さん最後まで見ていってください。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして、クリエイターブースト、ヤピマルもよろしくお願いします。いきますよ !Let's go!はい、ということで、やっていきましょう。さあ、じゃあ、これは右行きます。まあ、ほんと、シンプルにね、このスピードリロードとの相性が良すぎてね、マジで強いっす。ただ、ビジョンギアをね、こういう、ここだと結構必要とするんですけど、まあ、取らなきゃいけないんですよ。スピードギアの方が、個人的にやっぱ大事なんでね。でも、棒はね、やっぱね、見えてるからね、ビジョンギアをね、まあ、つけなくても、いいっちゃいいんですよね。うん。それがね、また棒の強さでもある。やっぱギアを、新しいの出たのめっちゃくちゃ、もう、待って、噛んでる。新しいギアが出たのは、すごいいいことなんですけど、やっぱね、一つ外さなきゃいけないから、結構ジーンとかね、強いんだけど、やっぱね、活かしきれないとこはある。だから、棒はすごいね、いいと思うよ。個人的には。おう。さ、これもうほぼ勝負ついてるんじゃないですか。俺んとこ来たらね、ウルトレどうにかできちゃうから、ちょっとあえて無視してみる。ノッ、ちょっと待って、聞いてない。これこうだな。グリフがそっち行ってくれたらでかい。おっす、おっす、守れ俺を。で、これ俺が死んだところを、オッケーオッケー、これいいよいいよ、全然いい全然いい、オッケー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 、よし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 、持って帰った、よし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 、ニタから行くか、ナイス、でかっ、オッケー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 、さすがにわかん。で、左に地雷ある。いやー、飛ぶんか、それは聞いてない。ただ、当たってないです。ナイス、ガス？オッケー、よし。ナイス。いやー、危なかったね。ちょっとびっくりしたけど。はい、ということでやっていきましょう。めちゃくちゃ久々の、プレイしながらの動画ですね。最近やっぱ、あれ、そうでもないか。なんかさ、ランキングだったりとか説明してる動画がちょっと増えたと思う。あー、お前、あいつはちょっと許されないっすね。はい。まあほんとそう、説明したりする動画が増えてきたと思うんですけど、やっぱそっちの方がね、皆さん面白いって思うと、思うんですよ。はい、ということでリロードあるから、次もどんどん進めていく。ちょっと鼻声だと思いませんか、皆さん。で、これここ置いとくか。どうせ壁入れないから、陣入れたら、いたらね。これ倒せるんちゃう？危ねえ！はい、これ皆さんリロードのおかげです。リロードが増えてるおかげです。スピードリロードのおかげ！そう思いませんか？ただあのカールだけはちょっと許されないですね。で、あのジーンのところに地雷を置きたい。あ、そういえばさ、この白いのなんだろうね。これ多分足早かな。白が足早で、赤がリロードが速くなってるよみたいな感じかな。吸ってみろ。いやー、ちょっとね、渋い。なぜかめちゃくちゃきつい。ウルト貯めて、ガスがちょっときつそうだな、普通に。というかシンプルパム強いわ。OK、 倒した。回復取って、やべ、倒せそう。ジーン
いや、マジでカール強え。シンプルカール強いわ。ただいや、ごめんなさい、置き直しちゃった、お、倒せる。あー強い、そこ地雷あるよ。うわ、踏んでくれ、頼む、真ん中行って踏んでくれ。もうちょっと地雷置き直すのやめたい。でも誰か絶対踏むでしょ、あの裏は。はい、来たー。ガチガチ倒せる、ガチ倒せる。で、これ上に置いとくことで逃げれないんじゃないの、パムさん。オッケー、でかい。すごい接戦を制していく。で、左にいることによって地雷が生かされてほしいんですけど、俺が前出て座れていくよ。 OK、 ジジイ、いいね、いい試合、よかった。はい、ということでやっていきましょう。もう3戦目なんですけど、結構そう、ちょっとこれね、質問していいですか。皆さん、ブロスタの試合ってどれぐらい見たら飽きます？多分もう飽きてる人いる。あのね、平均的なね、感じだとね、2試合でみんな飽きてるんですよね。ただ全部見てほしい。結構大事なこと言ってるとこもあるから。あ、ナイス。いや、やっぱビジョンギアがないっていう、結構あれだね。大変だね。ここはやっぱビジョンギアあってこそなんでね。さあ、しっかり置いて、まあ、ここ置くことによって俺がここに潜伏しやすくなる。これ大事、皆さん。はい、倒して。いや、マジであのゲージの増え方見てほしい。めちゃくちゃだから、だいぶ早いよ、本当に。これちょっと腹立つんで置いときます。あー、今割れたな。棒あるあるだわ。割れたわーってなる。そこ踏んでたやんみたいな。あべ、まあいいや。棒あるあるすぎる。そしてなんかちょっと喉枯れてる俺。さあ、おとなしく当てていって、外してもなおリロードはあります。弾は無限にありますよと。 OK、 どうですか皆さん、結構強ない？はい、ということで、じゃあちょっとお次はですね、ブロストライカー鉄壁の守りやっていきたいと思います。ちょっとここは鷹の目いらないなと思ったんで、ベアトラップでいきます。はい、ということでやっていきましょう。したらガジェットちょっと変えました。なんか起爆スイッチの方にガジェットをしたら、ウルトの地雷が勝手に破裂するよってやつ。さあ、ここでしっかりと守っていきたいんだけど、守れるかこれ。OK、 守れた、ナイス。いやー、やっぱストゥーがちょっと強すぎるね。 OKOK、 ブロックはちょっと当てるの大変だから、もうコルト見てもらって、こいつは俺がやると。こういう敵の場合はですね、拡散弾のようにこうやってやっていけば当たります。ちょっと嫌がらせっぽくない？これいいんだよ。まあ、どんどんどんって当たるのもすごいんですけど、こうやってやって、それ受けんの？天才やな、こいつら。なかなかしんどい、これ。倒したいよ、あれ。倒せないか。あと、このガジェットむずすぎな、普通に。起爆、昔のあの強い棒でよかったのに。まだちょっと強すぎる感はあるけど。さあ、倒していく。いやー、強いね、棒。どう強いか分かんない。これ一旦置いとくか。で、ここ置いて、Nope. あー、もうなんで俺さ、ガジェ押してんのにさ、反応しないやん。絶対今ここで使いたかったのに。っていうか、あそこで使わなくて、どこで使うのこのガジェット。それぐらいなんだけど。いや、もうちょい早くしてほしいな。この拡散弾でしっかり当てていく。こういう、ほら、これだと当たんないんけど、これだと当たるんよ。ナイス、素晴らしい。さあ、しっかり拡散していって当てていこう。これで嫌がらせよ。いや、だいぶ嫌がらせ。これマジで、これオッケー、強いじゃん。いやー、すごいすごい、普通に強いと思う。いや、遅いな、このガジェット使いづら。
はい、ということでやっていきましょう。結構試合こましてんですけど、なかなかいい試合が取れない。だからなんか取るだけ上がっちゃってる。いいことなんですけど、ただマックスが強すぎるけど、一発でも当たればいいなと心ばかりの願い。 OK、 はい、 OK、 はい、 OK。 でこれここ置いといて、あ、これ奥壊れるかな。うん、ちょっとガジェマジで難しいこれ。いやー、むずか、むずか。ナイス、レッツゴー、オウ、いったれ。入ったらでかい。おお、きついな。はい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 、一発でもいいから当てる意識でいきましょう。マジ結構な試合こなしてる。なるほどね。これはもう上で、上倒す。オッケー、上倒した。あ、でかいでかいでかい。あー、ちょっとごしゃ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 でーす。オッケー。うわ、6、絶対死ぬ。ボールだけ渡して。マジこの地雷がむずすぎる。まあ、ほんと壊すようだね、引っ掛けるっていうよりかは。さあ、ストゥーに対してブロックちょっときついんじゃないか。はい、オッケー。近距離はね、本気でちゃんと当たってくる。強いっすね。よし、倒すぞ、あれは。この地雷をどこに置くかが結構問題視されてます、この環境。これ B はブロッカー見た方がいいんじゃないか。これ入ってないな俺。オッケー、倒した。でかい。いや、はい、オッケー。ピンゾーソッとしたら撃っちゃった。さあ1点取って、ストゥーとマックスっていうなかなか苦しい戦いにも、かなりの強さを誇っている某。おーし、倒した。星の俺、あ、死んだわ。オッケー、でも素晴らしいです。ナイス、やったね。はい、ということでやっていきましょう。やっぱストゥーとマックスがすごい多くなったイメージが個人的にあります、アップデート後。まあマックスは元から多かったんだけどね。なんであれが下方来ないかちょっと皆さん教えてください。なぜあれノータッチ、なぜあれがノータッチ。人々を苦しめ続けている、まあ人気だからかな。キャラが人気だから説が俺の中で濃厚です。ああああ、あーあオッケー。いやー、なんかあるよね、たまにああいうのあるよね。まあこの試合別に使ってもいいなと思います。別になんか悪くないし。ナイス。じゃあちょっとエメハン行こう。はい、ということで、エメラルドハントに戻ってきました。やっぱここはね、棒がこいつがいいと。あ、なんか日本語おかしい。もうやりすぎておかしい、日本語が。やっぱ棒はここがいいと。そう、これが言いたかった、私は。さあ、グリフも難なくクリアしていく。よいしょ。やっぱビジョンギアをね、つけれないの結構やっぱ痛いっすね。ここは特に、つけてあげたい。右側に。ただもうそろそろウルトが溜まるということで、さあ、あと一発でね。でこれでここ置いてあげて、あいつは倒していく。いや、すごいね、ストゥーあんなとこまで行くんだ。ストゥーってあんなとこまで行くんだねって、足玉なだよって。さあ、これ右側ちょっと打ってあげて、左に移動させて地雷を当てていく。あれ、スタパそっちだったん。そりゃ見えないわ、変えるの忘れてたわ。まあいいや、なんか強いし、まあなんか全然こっちでいいわ。普通に強くね？うん、普通に強い気がしてきた、これ。え、そう思いませんか？思いませんか？ボアミスか？で、これ右開けといて、右から来るからどうせ。右から来るから、はいはいはい、来い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 、はい、ズドーン。
そう、左にいればいいのよ。そういうことよ。いや普通これでいいじゃん、見えなくても。強くね。はい、オッケー、ジジ。やっぱエメハンだわ。エメハンは普通にいいわ。見えてなくても強いわ普通に。はい、ということで、そろそろトロフィーが高くなってきたので、なかなかねマッチングしない時もあるんですけども、かなり長い。さあ、ビジョンもつけてなければ高の目のついていない棒、輝けるのかどうかが疑問になってくるんでしょうか。なるほどね。まあ高の目ついてたら今のもわかるってなると思うんですけど、それよりも強いのがあるんですよ、ここに。これでウルト貯めとく。 OK、 ここまで上がったらもう最強っすね。おー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 、3人もいる。モーティスだったらキリに行きたい。 OK、 これ1個無駄にしちゃダメ。 OK、 1個でどうにかなる世界。さあ、ここつけていくんですが、あー、うざいな、うざいな、ジーンもジェシーも。あ、やっていく、やっていく、やっていく。これ座れるかな、座れそうだな。これは置いとくか。じゃあ吸っていくか、吸っていくか、どうだ。よいしょ、ガスも強いね、シンプルで。これ左行きます。右に行かせるために左行きます。右に行かせるために、そう、ミヒトがいいところにいるんですけど、踏め踏めで、ここ置いとこう。いや普通に棒強いな。やっぱでも鷹の目かな、鷹の目に変えよう。はい、ということでやっていきましょう。これ勝ったらラストだよ。さあ、まず置いていきます。一応ね鷹の目にしたから、まあある程度は見れるかなって感じなんですけども、おそらく来ない、おそらく来てない。で、溜めてるからさ、弾当たってる感じもしないからさ、いるかもわからんのよ。ただ溜まったんで、ここ置いていく。で、左サポート入って、左のサポートは絶対しとく。OK、倒す。で、これ、右行かないかな、誰か。ダリルが行くかな。ちょっとあそこ置いとこう。多分ダリル来るっしょ。来た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 。引っかかったな、お前。ぶっ潰してやる。オッケー、もういいや。いや、ボウ本当に強いな。なんというか、地雷が本当に強いよね。分かんなかったら敵がやられた時に置くのが一番です。マックスとかこういうちょこまかしてるやつにはこの拡散弾、おさらいしましょう。拡散弾で足していく。で、左のまあここら辺かなに置いといて、まあ、ダリルはいいのよ別に。他のやつらを落とし入れたい。なんか引っかかってるじゃん。はい、余裕、余裕だな、強いな普通に、強すぎるまである。はい、ということで、1100まではいってないんですけども、一応動画としてはこれで終わっていきたいと思います。ボウの、このね、ギア、めちゃくちゃ強いんで、ね、ぜひとも使ってみてください。もし、ちょっと使いづらいなって思った方、は、まあ、ビジョンつけてもいいんですけど、マジで強いと思うんで、いろんなところで使えると思います。どうぞよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。終わります。皆さん、それでー、また、バイ。